どうも皆さんこんにちは、ジャックバスです。本日はですね、JAL の、新型コロナウイルスの、特別対応をね、まとめ、やっていきたいと思います。まずね、JAL マイルと eJAL ポイントの有効期限延長ですね。2020年2月から2020年9月までに有効期限を迎えるマイルと eJAL ポイントの有効期限を1年間 eJAL ポイントで積算いたしますっていうね発表がされております。こちらね当初は7月末だったんですけども、2020年9月末までね延長っていうふうになっております。でこちらはですね、対応を受けるには事前登録が必要ですので、概要欄にね、公式サイト、貼っておきますので、そちらね、応募するようにしてください。ANA とのね、対応の違いとして、マイルがね、ただ延長になるわけではないのと、事前登録という名の、エントリーみたいなのがね、必要というふうになっておりますので、ご注意ください。一応ね、交換率は、1JAL マイル、1.5eJAL ポイントになりますので、その点もね、覚えておいてください。2つ目ですね、FOP 2倍の発表と中止について、当初ですね、こちら、フライオンポイントっていうのを、2倍っていうのをね、発表したんですけども、途中でね、中止が発表されました。当初ですね、対象期間が2020年の2月1日から7月31日までね、対象路線が JAL および JAL グループの運航便対象、対象運賃がフライトマイル積算運賃、対象者は一般会員を含める全会員ということで、 ANA と違ってね、JAL の方は1月を対象外にした2月から7月31日のフライオンポイントですね、2倍ということで発表してたわけなんですけども、こちらが急遽ですね、5月の8日にですね中止するという発表がねあったわけなんですよね。でこの発表内容が8日の時点で5月11日の予約をもって終了するっていうね発表をしたわけなんですよね。ですので、その間にね3日間ね期間があったわけなんですけども、5月11日までに予約すれば、7月31日までに飛行機に乗る分はフライオンポイントね2倍になるっていうようになったんですよね。ですのでね、こちらの FOP ポイントね2倍の特別対応っていうのは終わっておりますので、その点はね注意してください。 ANA のねプレミアムポイント2倍っていうのは当初からね6月いっぱいまでっていうね発表がされておりまして、この JAL のね中止が発表された時に、個人的にはですね ANA も追従するというふうに思っていたんですけども、ANA の方はね結局この中止っていうのをね発表せずに、今現時点ねプライムポイント2倍はね ANA の方は今もね現在行われてるっていう感じになってるんですよね。その点はね覚えておくようにしてください。ですので JGC 仕様をねこれで検討されてた方はね、もう今からですと2倍にはならないっていうことですんでね。次にステータスの延長ですね。JAL のねステータスを現在保有されている方は1年間ね延長となるっていう発表がされております。対象者は2019年の1月から12月までに達成された方が2022年の3月末までステータスが延長っていうふうになっております。次ですね、航空券のキャンセル変更手数料無料っていう対応が行われております。国際線の場合は8月31日1日までが対象っていう風になっておりまして、国内線は6月30日までが対象っていう風になっております。でこれはですね当初からねどんどんね期間が延長されておりまして、国際線の方はねもう8月いっぱいまでね変更キャンセル無料という風になっております。こちらはね優勝でも特典でもね手数料等々はかかりません。でこちらは今現在の時点での話という風になっておりまして、国際対戦はですねちょっと未だにすぐね行けるような状況じゃないので、8月までね延長、もうすでに発表してるわけなんですけども、これが9月以降ね延長になるっていうのもね、予想されますんで、もしね9月以降ね予約を持たれているような方でもうキャンセルしたいって思ってる方はですね、今後ねホームページの方をねよくチェックするようにしてください。
で、国内線に関してなんですけども、国内線に関しては、個人的見解ではあるんですけども、緊急事態宣言がね、先日解除となって、6月の中旬からね、まあ、県をまたぐ移動っていうのも、自粛が解除されるっていうことですんで、まあ、あくまで個人的見解ではありますけども、国内線のこの特別対応の延長っていうのはね、まあ、これで最後なんじゃないのかなって思っております。次にね、株主優待割引券の有効期限の延長ですね。2019年の6月1日から2020年の5月31日までの有効期限の株主優待割引券については半年間延長が発表されております。2020年の11月の30日までね、延長するっていうふうに発表されておりますので、これ保有されている方はですね、確認ね、しとくようにしてください。次にですね、マスク着用とソーシャルディスタンスについてですね、6月1日よりマスクの着用がね、必要っていうふうになっております。ただし、小さいお子様とかね、着用が困難な方は、まあ、対象外っていうふうにはなってるんですけども、まあ、基本的にはね、マスクを着用して登場するっていうのがね、必要というふうになっております。また、現在ね、飛行機の座席予約に関してもちょっと画像を出しておきますけども、こういう感じでソーシャルディスタンスをね、守るような感じで予約を取るように変更されております。で、まあ、国内線とね、国際線、まあ、両方ともね、こんな感じで画像が出てるんですけども、まあ、こういう感じでね、座席の配列になっておりますんで、取れないっていう風にね、思わないようにしてくださいね。余談なんですけども、この座席のね、配列をこういう風に組んでるのは、JAL だけこの対応がされていて、 ANA とかね、こういう対応今のところ取られてないんですよね。ですので、まあ、両方ね、航空券持たれてるような方はなんでだろうみたいな感じになるかもしれないんですけども、JAL 独自でね、こういうソーシャルディスタンスの、座席間隔をね、空ける、予約っていう風になっておりますんで、その点はね、覚えておくようにしてください。座席をね、こうやって、わざとね、空けるっていうのは、これだけの人がね、一緒に搭乗できないということで、運営的に大変だと思うのに、こういう対応してくれるっていうのはね、かなりありがたいことですよね。いかがだったでしょうか。今回はですね、JAL の、新型コロナウイルスの、ね、特別対応ということで、まとめさせていただきましたけども、ANA の、ね、特別対応の、動画を、ね、先日出させていただいたんですけども、ちょっと、ね、内容が、まあ、微妙に、ね、違う点があったりいたしますので、よく確認されて、ね、利用するようにしてくださいね。特に、JAL マイルを、ね、保有されて延長等々を、ね、検討されている方は、事前登録が必要というふうになっておりますので、その点はね、忘れないようにしてくださいね。早くね、飛行機が自由に乗れるようになると本当にいいですよね。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。私のチャンネルでですね、ANA マイル、JAL マイルですね、マリオットボンボイホテル、お得情報、クレジットカードですね、発信させていただいておりますんで、もしよかったらね、チャンネル登録していただけると、とても嬉しいです。今回のね、動画の内容に関してなんですけども、公式サイトのね、ホームページ、概要欄に入れておりますんで、情報はね、常に更新されていきますので、最新情報はね、確実に、見るようにしてくださいね。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。